愛するひなげしごきげんよう、わらわで、本日はですね、トニーヘブンリー風メイクをしようと思います。わらわの小学生の頃の憧れといったら、トミーヘブンリーの金髪センター分けパンダ目だったんですよ。あの時はですね、メイクなんて全くわからなかったから、もうとにかく目の周り真っ黒に塗れば大丈夫だろうって思ってやって失敗した思い出があるんでね、今だったらそこそこね、毎日メイクもしてるから、トミーヘブンリー風のメイクができるんじゃないかということで、はい、今回挑戦してみようと思います。ただね、わらはね、黒髪パッツンなのね。だからこんなわらはでもどうしてもトミーヘブンリーに寄せたいと思っていろいろ調べたところ、ヘビースターリーチェインの時の PV のトミーが黒髪パッツンなんですよ。ヘビースターリーチェインの PV の時のトミーに寄せていこうと思います。はい、というわけでまずファンデーションからなんですけど、やっぱりね、トミーといったらマットな肌質だと思うんですよ。先月のブルームボックスで届いたこちらのマット肌になる下地をね、塗っていこうと思います。塗り終わりました。めっちゃ白くなっちゃってる、大丈夫かな。次にですね、トミーって一重かなって思ったんですけど、よーく見てみると奥二重なんですね。このアイプチ、アイトークで奥二重にしていこうと思います。奥二重にしたところで、トミーの特徴にあるね、パンダ目に黒のラインで引きたいところなんですが、なんと待って姫、最近黒のラインもシャドウも使っていないので、ないんですよね、黒のラインもシャドウも。このかろうじてね、黒に近い濃いブラウンを使ってパンダ目にしていこうと思います。とりあえずね、今二重幅のところまでシャドウをやったんだけど、ちょっとね、目尻跳ね上げたんだけど、まだまだ全然ね、トビーはもっとパンダ目なので、こっからちょっとずつ調整してどんどん上にシャドウを塗り重ねていこうと思います。ここまでやってみて、どうしても手持ちのアイシャドウだと赤みが出て可愛い、これはこれで可愛いんだけど、やっぱね、トミーっぽさは出ないので、ここで苦し紛れの追いアイライナーをしていこうと思います。まあ、これもボルドーだから真っ黒にはならないんだけど、まあ今手持ちの中ではこれが一番濃いかな。このボルドーでライン引いてるんですけど、いけるやん。ちょっと赤みがかってるけど、まあ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 、さっきよりは黒に近いパンダ目になってるんじゃないかなって思います。アイライナーで目を囲ってみたはいいんだが、このままじゃちょっとね、犬神サーカス団って感じですね、どっちかというと。はい、なのでまたこのシャドウの方を使ってぼかしていけば、もうちょっとはきつさ抜けるかなと思うんでやってみますね。はい、今シャドウを下に塗ってちょっとぼかしてみたんですけど、結構ね、さっきは全然ぼかしてなかったから目元がめっちゃキリッとねしちゃってたんだけど、ぼかしたことによってちょっとゴシックっぽい要素が出てきたんじゃないかなと思っております。次、眉描きます。眉もね、どうせ前髪で隠れちゃうんで、まあ自然なこの茶色をね、また使って眉をね、自然に描いていこうと思います。はい、眉描き終わりましたんで、まあつけまもね、とりあえずは持ってるやつを使おうかなって思います。自然な感じのやつを使っていきます。はい、まつげをつけ終わりました。ラインをだいぶねオーバーに描いたから、まつげもだいぶ目尻からはみ出して
つけてます。最後チークです。チークもね、わらコーラル系のね、なんかピンク色のチークしか持ってないの。だからトミっぽい毒々しい感じの赤っぽい感じのねチークがないから、目が近いかな。このシャドウで代用していこうと思います。たびたびね紹介してる台湾コスメのソローンのアイシャドウなんですけど、最近のメイク全部これに頼ってます。チークいつもここら辺に塗ってんだけど、まあ病んでる子って大体この目のすぐ下ら辺にチーク塗るから、ちょっとねそれをねやってみたいと思います。ちょっと初めてだからちょっと失敗するかもしれない、怖いな。うわー、案の定塗りすぎた気がする。とフェイスパウダーでねちょっと薄くします。こんなところかな。こんなところで前髪を下ろしてみたらどうなるかですね。前髪が長すぎるかな。ちょっと巻いてくるね。はい、どうでしょうか。ちょっとヤンデレっぽいゴシック系ドール風っぽい感じのメイクにはなったんだけど、トミーにはならなかったです。普通にこれはこれでゴスロリとかそういう服装するんだったらこういうメイク今後もいいなって思うんだけど、思ってたんと違う。こう細めで見ると、細めで見るとトミーでもないな。はい、というわけで手持ちのメイク道具だけでトミーになろうとしたんですけど、トミーにはならなかった。でもこれはこれで今後のメイクとしてはありかなって思います。今回も動画見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さらばじゃーん。本日も動画見ていただきありがとうございました。概要欄の方に2000円中毎月ワンマンの、詳細のホームページを載せておりますので、皆さんぜひぜひ予約よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンもぜひ押してください。というわけで